鮮やかな緑色、シュワシュワ弾ける炭酸水とアイスクリーム、さくらんぼの赤が目を引きます。昔懐かしい喫茶メニュー、クリームソーダ、今じわじわブームになっているんです。まずやってきたのは米子市にある ANA クラウンプラザホテル米子。お待たせいたしました、クリームソーダカラフルでございます。ありがとうございます。本当にとってもカラフルですね。これはおしゃれですよ。一般的には緑色のイメージのクリームソーダですが、こちらのクリームソーダはとにかくカラフル。昭和と令和の融合というテーマで、最近インスタグラムなどでクリームソーダの投稿を見ていて、このホテルもインスタ映えを狙っています。近年純喫茶やレトロブームが再燃しているのに加え、華やかな見た目が SNS 映えすると人気を集めるクリームソーダ。こちらのホテルで提供しているのは3種類、なんともフォトジェニックなネオクリームソーダです。崩すのがもったいないくらいとっても綺麗なんですが、いただきます。よいしょ。ソーダの爽快感とアイスの濃厚な甘み、そしてプルンとしたこのゼリーの食感も加わって、本当に新しいクリームソーダですね。梅雨の時期にも爽やかなクリームソーダ召し上がっていただけたらなと思います。見た目涼やかなクリームソーダ、実はコロナ禍の今、家でクリームソーダを作っておうちカフェ気分を楽しむ人も増えているといいます。ということで、梅雨のジメジメを吹き飛ばす究極のクリームソーダを私も作ってみたいと思います。究極のクリームソーダを作るため訪れたのは、松江市の玉造温泉街にある八百万マーケット。地元の特産品がずらりと並ぶアンテナショップです。ありました、こちらですね、五円玉メロンソーダ。五円玉メロンソーダ、松江市内の農家数軒でしか栽培していないゴールデンパールという貴重なメロンを使ったギフトとしても人気のメロンソーダです。実際に果肉を絞って、それ炭酸飲料と混ぜて作ったものなので、本当のメロンの香りと甘さをこう楽しめるソーダになってます。この五円玉メロンソーダを使ってクリームソーダって作られたことありますか？はい、いや、まだ僕らは作ったことがないです。絶対このメロンソーダが合うと思うんですけど、はい、そうですね、はい、ぜひやってみたいと思います、うん、ということで山本さんと一緒にクリームソーダ作り開始です。早速注がせていただきます。シュワシュワと弾けて、ここで登場したのが、そうです、こちらもメロンの果肉を使って作ったメロン、はい、シャーベットですね、はい、同じくゴールデンパールを贅沢に使ったシャーベット、五円玉メロンアイスをオン。シャーベットなのでクリームソーダ改めメロン尽くしのオリジナルメロンフロートの完成です。いただきます。わあ、メロン感がすごいですよね。すごいですね。うわあ、メロン本来の優しい甘み、そして芳醇な香りもあって、本当に贅沢な味わいです。また上に乗っているのがシャーベットなので、よりさっぱりと食べられるのもいいですよね。この地元ならではの味、五円玉メロンソーダとアイスの魅力、双方がうまく引き出されている気がします。自社の商品を使ったオリジナルドリンク、山本さんも、うん、爽やかで美味しい、うん、夏には本当にぴったりですね、はい、
こういった地元で作られているメロンを手軽に、ね、楽しんでもらえるソーダだったりアイスありますんで、まあ、お中元の時期だったりだとかちょっとした手土産に使っていただければなというふうに思います。飲んで美味しい、見て楽しいクリームソーダ、梅雨のジメジメを爽快に吹き飛ばすことができそうです。